買い物も終わって帰るよ。なんかなしっくりけえへん話題が多いね。なんかね、買い物しようと思って行くんやけど野菜かなんかをね、じゃがいもとか玉ねぎ、あ、人参やなとかも売ってんねんけど、あの店員さんがな、一個いくらでなんか売り出ししたんやろな、一個いくらでなんか売り場のところにね、箱を逆さにしてダーってやるんやんか。で、あのザーってやんねんけど、そのザーってやってるやつが、あの3、4個転がんねんな、地面に落ちて、地面にゴロ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 って転がっていくんや。で、あー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 あああって、あれって並べ方な、僕もスーパーでバイトしたことあんねんけど、並べる時にね、あの箱をひっくり返さんと1個ずつ並べていったら、あの地面に落ちることってないのよな、よっぽどのことない限り。なんか箱逆さにしてやね、でバーンってばらまいていて、で転がって地面に転がっていった玉ねぎが1個か2個ぐらいやな、僕んとこに転がってくるんや。で僕ら玉ねぎなんかいらんけどやね、一応拾ってあの段ボール箱の上に置いてあげんねんか。だから店員さんがすんません言うて、すんません言うたかと思った矢先にまた玉ねぎが転がってくんねんな。また逆さにして箱ひっくり返してバーンってばらまいてるから売り場に。でまた来ましたよ言うて玉ねぎ返してあげたら、衝撃やねんなあれ。あ、やっぱ地域柄なんかな、この辺ってね、ちょっとマシなっていうのかな、マシな人が住んでる地域やと思ったんやけど、その地面に落ちた玉ねぎをね、そのまま売り場に並べんねやんかおい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 なな、今地面に落ちたよねって、地面に落ちたやん、地面に玉ねぎ、地面に落ちたやんとか言って、落ちた玉ねぎね、僕が拾ったやつもそうやけど、そのまま売り場に並べんねやんか。こうあかんのちゃうのって。確かに玉ねぎそのままやな、玉ねぎをね、玉ねぎをそのまままあ料理して食べる人はいないと思うけどやで、落ちた玉ねぎね、あの嘘でもいいから、なんかこう服とか、服なんかで、なんかで服とか、あの一回中にしまったふりして改めてまたあの出してくるとかしないと、地面に落ちたやつ そのままやで、地面に落ちたやつもね、そのまま戻すねん、またなんかうわなんやねんこれとかって、もうあんな嫌やで。あれまあ確率論で言うて買っていく人おるもんな、あの落ちた、一回地面に落ちた玉ねぎや。あんなんなあ。それとかね、あと今日は時間的に暇な時間と、あの暇な日やねん。今日は6月の3日なんかな、今日暇な日やねん。なんでって言ったら、あの田舎はね、あの田舎はあの偶数月の15日やな、田舎はあの偶数月の15日に年金が入るまでって消費が冷え込むんやんかこれほんまやで、田舎ってね、あの偶数月やな、偶数月の年金が入る日まで冷え切んねんで消費が。んで店の中に人がおれへんねやんか、お客さんが。けど一定数店員がおって、んでレジやな、レジにお客さんが誰もおれへんかったらレジに
レジにお客さんがおれへんかったらやで、途端にね、レジ間でおばちゃん同士がなんか世間話始めようとすんねんな。あの感覚ってやっぱり田舎やからなんかなってね。お客さんがおれへんかったら、お客さんがおれへんかったら、自分たちもレジやってても、なんて言うんやろ、レジやってても時間があって、お客さんがおれへんかったら世間話しようみたいな、あの認識っていうのはやっぱり田舎ならではなんかなと思う時があんねやんか。僕ら学生時分にうちのおかんの知り合いのスーパーでバイトしてたんやけど、やっぱり言われたんがね、1時間いくら、アルバイトやって1時間いくらで働いてるわけやん。んだら、その1時間働いてるんやったら、お金でね、雇われてんやったら、レジやって、で、時間があったら、商品ちゃんときれいに整列して並べるっていうのをきれいにしてね、並べてするとか、奥にあるな、へこんだ、お客さんが買ってへこんだやつを前に出してきたとかっていうようなことをね、お金で雇われてんねんから、時間でお金で雇われてんねんから、そういうことをやっぱりこうきちっと先入れ先出しもそうやけど、ちゃんとできるんか、ボサッと立ってんのかはやっぱり評価になって変わってくるよみたいなことは優しく一回は言われて、で結局できひんやつは、当時は人が多かったからな、できひんやつはやっぱりやめていくわけやん。それが会社でもそうやね、事務所に座っててやることなかったらとりあえず、出て行ってなんかしようとかってしない人とする人やな。でいつも言ってるけど、今日できることを今日やる人と、今日できひんかっても別にまあええやん言って今日終わる人ではええで、やっぱり半年後ぐらいになってくると差が開いてきたりすんねんけどなみたいな、なんか今日はちょっと思いましたよ。スーパーでその落ちたもんをそのまま売り場に戻す認識で、落としたものを食べ物やからな、落としたやつをそのまま戻すっていう認識と、あとレジ行ってたらレジだけやってたらええみたいな、お客さんがおれへんかったらええで、別に世間話でもしてみたいな、あれはちょっとあかんと思うねんけどな。まあ今はそういう人たちがそれがスタンダードをやったとしたらええで、まあそれはそれで僕らがどうこういう話じゃないんやろうけどやで、やっぱり生き残っていけない人、生き残っていかれん人と生き残れる人の差ってこの辺で大きく差が開くんじゃないのかなってちょっと思ったりするのよね。こんなとこやからこそね、田舎のこんなところやからこそちゃんとやることやっとけへんかったら、見てる人は見てんねんけどなみたいな、もう隙があったらもうおんねん、なんかあったらもう誰かと2人か3人集まって世間話でもみたいな人たちやで、で1人でできることを1人でやれへんのよな、田舎は。流行ってんのかなあれね、なんかあってもさ、一人でできんのに二人でやってみたりやとか、いやここはもう私一人でできますから、ここは私一人でできますから、他のとこ行ってくださいとかって言わないで、二人でなんか片一歩立ってるだけ、片一歩やってるだけみたいなことがね、ちょっと飲食店なんかでも
見かけんのよな、あれ。だから野球はね、9人おらなできひん理論や。野球は9人おらなできひんから、あの9人とりあえずいてんねんけど、実際9人おっても、あの実像で動いてる人って7人とか6人ぐらいな感じやな。だからいつまでたっても生産性が上がれへんみたいな。なあ、昔で言うたら、オリックスプロ野球で言うとオリックスなんかそうやねんな。イチローがおった時のオリックスなんかそうやってんな。もうイチローに任せたら、イチローに任せたらみんな大丈夫やからみたいな感じで働いてんのよな、イチロー以外の人が。なんかな、寂しい限りやね。あれでね、生産性がない人たちが、あれで生産性のない人たちが権利の主張とかやってもね、多分話聞いてくれんと思うねんけどな。ああいう人たちが権利の主張しても、たまにあるやん、なんかなんかリストラかなんかにおったら、リストラかなんかにあった人がなんかなんとかユニオンとかでなんかね、労働者がどうたらこうたら言うてるけど、あんなんして仕事せえへんとかね、人が見てても食べ物落としてもね、そのまま売り場に戻したりするような店員がいで、労働者の権利がなんてこと言おうもんなら、ちょっと待てよってなるもんな、あれ、っていうとこですかまあこの辺はな、僕ももっとたくさんの人が住んでんのかと思っとったけど、まあ言うとあれけど自利品やからな、将来人もおれへんしなあ、人も減ってやで、何もかもがなくなっていくような場所やからかもしれんけど、競い合えへんっていうの、競わないからいつまでたってもレベルも上がれへん。で結果としてああやってなんかよくわからない人たちが、まあよくわからへん人たちになってるもんな。まだあれやったらね、うちいてるペットの方がマシやで。ペットの方が食べ物くれ言うやん、時間になったら食べ物くれ言うて、でやったらみんなで俺が食べんねやってわーって言って自己主張してるやん。自己主張して肉とか魚とかやるときでもくれ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 言うねん、両足で 前足でくれ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 ってやってる、自己主張してるペットの方がまだレジで楽しく世間話してるおばちゃんよりもやで。野菜地面に落としてもそれ拾ってまた売り場に戻す店員と比べたらまだペットの方が賢いかもしれんな、本能的にもうすごかったで、もうめちゃめちゃこぼしてたもんな野菜。そのうちの野菜の中で人参やな、人参。僕もだからウサギに人参やらなあかんから、人参バラ1個でいくらって売ってたやつあってんけど、その落としてんの戻すの見た時にね、奥にある袋に入ったやつ買ったもんなこれも落ちたやつ戻したんかと思ったら、まあ僕は食べへんけどやで、なんかええ気分しないもんなっていう、そんなとこですかなあ、あんな人らが普通に現役やっていうの、あんな人たちが。何や、選挙やってんの、記者がある、あ、市長選挙やってんやここな、市長選挙やってんや、ここの副チェアマンやったっけ、誰がなっても変われへんけどな。